にちは。こんにちは。始まりました。始まったね。灼熱。あ、そっちっすね。暑い。暑い。今僕もおでこにちょっと汗がついてると思います。テッカテカだもん。はい、ということで、第6弾。はい、はい、6弾でございます。はい。ちょっと紫外線が強いと僕あのサングラスをかけないといけないっていう説があるのでかけさせていただいてます。はい。第6弾になりましたよ。はい。どうですか？今日は？今日はまあもうこの気温だし、はい、あのまあね T シャツ、短パン、はい、サンダル、はい、で外出るのは心もたないよねっていうことでシンプルなコーディネートプラスそうプラスオンをしていこうかなということで、動画でご紹介していこうかなと思います。はい、じゃあ行っちゃいますか。はい、行っちゃいます。はい、ということで、今日のテーマとしては、シンプルな装いに、プラスワンアイテムということでこうおしゃれを楽しむという意味でもですね、おすすめしていこうかなというふうに思います。ということで佐藤君、はい、ここにおいで、ここに、はい、はい、暑いのは分かります。はい、暑いのは分かります。T シャツにショーツにサンダル、まあ、暑いのは分かるんですけど果たしてこれがおしゃれでしょうか。うーん、そう、物自体はねいいですね。そう、ものすごくいい T シャツ、いいショートパンツ、いいサンダルを履いてるんですよ。はい、物はかっこいい。そうなんですけど、もう一頑張りしませんかということで、今日はレイブルック福岡のおすすめをプラスオンしていきましょう。はい、早速、はい、もうこれ結構派手です。夏といえばな、アロハシャツを本日は羽織っていただきます。あの実際ですね、発色の良さはもちろん夏らしいんですけど、はいはい、白にブルーでブラックも入ってるんですけど、まあ、その辺がこう拾って色を拾って、まあ、涼しげに見えるんですけど、やんわりモチーフはタツノオトシゴです。これは多分アップでこの辺に出てくるんですけど、タツノオトシゴモチーフのアロハシャツ、いいですね。ブランドはアナトミカ、アナトミカの、はい、フランスのセレクトショップを、フランスのセレクトショップから、できたブランドになります。はい、はい、いいですね。この感じいいで、そんなに何暑いっていうほどのものでもないから、うん、まあそうですね、半袖シャツですし、そうそう、もう羽織るだけで全然印象変わるかなというふうに思ってます。まあ、先ほどとは、うん、打って変わって、そうそう、もうさっきのなんてね、もう言っちゃうと短パン小僧だったので、まあそうですね、そう言い方悪いんですけどね、うん、まあ一枚羽織るだけでシャレ感がグッと増す、はい、という感じです。でもう一スタイリング実はあるんですよ。もう一スタイリングというかもう一アイテム、はい、アロハシャツ苦手っていう方におすすめしたいんですけど、まあ好みは分かれますよね。そう、ガラシャツダメなんですよ僕っていう方はやっぱいらっしゃるので、はい、そういう方にはこちらでございます。はい、はい、もうお気づきの方いらっしゃるんですけど、これね正直僕のおすすめは止める、そう、あのもうちょっと頑張ってくださいっていう感じで、素材がこれすごくてちょっと薄めっすか、薄いと思いますか。もう見ていただいたら分かるんですけど、ちょっと透け感あります。今レディースだと結構あのシアーな感じが人気なんですけど、うんうん、まあそれにちょっとの順ずるじゃないですけどシアーな感じです。素材はなんと和紙 50%。 和紙、はい、はい、和紙です。道理で軽いわけです。軽いのとやっぱ涼しい、うん、で洗っていくごとにタッチもどんどん良くなるんで、うん、まあ、和紙っていうのもこうなんかサスティナビリティ的な流れであの注目はされてるんで、はい、かなりこうトレンドも抑えつつ、そう抑えつついい感じでパッと羽織るだけ、うん、でこれだとちょっとシンプルすぎるかなっていうので加えますね。いやもうこれは言っときましょう。そうそうそう、アクセサリーですね。僕のねシャツ上にアクセ結構好きなんですよ。あの今日も見ていただいて分かるんですけど、シャツ上に T シャツ着てアクセなんですよね、うん、そうそうそう、こういう感じ、あ、そうですそうです、この感じ、はいはいはい、が結構おしゃれ、うん、そう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 、いいですね。なんか夏っぽいスタイリングなんだけれどもちゃんとこう気を使ってる感じ、使ってますねこれ、使ってないとできない、そう、使ってないとできない感じ、
あの一般的にはやっぱシャツ上にアクセサリーってハードル結構高いと思うんですね、うん、僕らは割と普通にこうやっちゃったりするんですけど、はい、一般的なお客さん的にはこうシャツ上にアクセってどうなんですかという感じなんですけど、こんな感じで合わせていただければ分かりやすいかなというふうに思います。シンプルなスタイリングにプラスっていうことですね。で、欲を言えば、はい、あの前回のね、うん、動画第5弾、大好評ですね。この辺に多分あると思うんですけどこの辺ですね、この辺にね、はいはい、そうあると思うんですけど、せっかくならねちょっと手元にこうアクセサリーをつけたいということで、うん、まあせっかくならね、はいはいはい、まあね夏の軽装にはやっぱ映えますね、アクセサリーが。はい、こんな感じですね。うんうんうん、もうぐっとこう何シャレ感が増すというか、手元にアクセも来るだけでぐっとこうシャレ感も増すみたいな、まあね、合わせてせっかくなら第5弾第6弾とあのぜひ視聴いただいてご来店いただければ、良さをより感じていただければ、ね、そうなんですそういうことです。まあ気温もかなりね本当に上がってきてるので、まあ BBF の、プラスオンベイブルック福岡のプラスワンアイテムの方ではこんな感じになります、はい、とガラシャツね。そうそうそう、ということで次は下のライブラリーライブラリーのおすすめ、はい、シンプルコーデのプラスオン、はい、プラスワンアイテムいっていきましょう。はい、はい、ということで、あれ、まあライブラリーで、そのシンプルスタイルにプラスワンアイテムということで紹介していこうかなと思ったんですけども、どうしても僕着せてくれませんかっていう、まあたっての希望により佐野君に着ていただいてます。本来であれば僕が着るんですけどね。はい、ということで、はい、どんな前振りですか。どうしても着たい言うから、もうそうですね、まあでもシンプルにシンプルのコーディネートにプラスワンアイテムっていうところで、まあ、ライブラリーのシンプルなスタイリングといえば、はい、シンプルですね、本当の感じで、まあ、これはこれでいいんですけどね。そうだね、まあ、上でも話したように、うんうん、まあ、そのシンプルなスタイリングにプラスアイテムすることで、はいはい、まあ、良くなるよっていうところですね、うんうん、まあ、楽しめるからね、組み合わせ次第、まあ、シルエットも上少し太りめで、はい、パンツは少し太めのスタイリング、うん、これに何をプラス、まあ、上でご紹介した感じでいくと、はいはい、あこの辺のシャツとかをすると、はいはいはい、あ雰囲気いいですね。またさっきと全然雰囲気変わりますよね、うんうん、なんか確かにそのモノトーンな感じからすると映えるよね。そうですね、まあ、柄物でもいいんですけど、うん、まあ、この間紹介したような、はいはい、はい、ラグボーンのアンスリーの解禁シャツだったりを着てもいいですね。あ、いい、あ、そのシャツすげえいいね。個人的に好きなので、ちょっと今回こっち。ああ、なるほどね、はい、こういう感じ。そういうことか、だから着たかったで、まあさっき、はい、プラスワンアイテムシャツをご紹介してたので、はいはいはい、あのウェイブルックとかの方、はい、なので、まあ、どちらかといえば、ライブラリーでは、はいはい、ニットベストを合わせて着てほしいっていうご紹介。ああ、いいっすね。この感じすごいあれだよね、いいよね、うん、昨日それこそ僕もブログ書いたけど、はい、一番、ね、熱持ちやすい首元とこの脇ですね、脇周りが脱げるから、はい、重ね着しても熱くないっていうのね。もうただ被るだけですからね、そう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 、上から。で、まあ、ローゲージで、めちゃくちゃ薄い素材感なんで、ざっくりしてるね。ざっくりしたね。ああ、涼しそう。なんか、無理なくおしゃれな感じ。ちょうどいいんだよね。うん、おしゃれ。で、まあ、この上にジャケットだったり、あそう、ね、何を羽織っていただいてもいいです。うんうんうん、で、まあ、プラスワンアイテムっていうところではないんですけど、その、うん、まあ、さらにここに、はい、プラスしていきたいなっていう、はいはい、そのご提案なんですけど、はいはい、そのご提案をちょっと聞いてみましょう。まあ、前回の、はい、動画でもそのアクセサリー、うん、そうね、うちもそれでやったし、そうですそうです、まあ、アクセサリーっていうところでは何を付けてくるんだ、
もううちといえばの、はいはい、エンド、はい、カスタム J が、うん、重ねたね。うんうん、ああ見え方だいぶ変わるな、はい、うん、やっぱ T シャツ1枚スタイルよりね、ベスト着てアクセつけるだけで、うん、全然見栄えは変わりますよね、だいぶね、うん、そうシンプルコーデって言っても、うん、はいはい、まあ、ただシンプルにするだけ、はいはい、では、ね、つまんないっていう言い方はあれだけど、うん、まあ確かにね、せっかく習って、なんかシン、うん、そうですね、シンプルコーデは、うん、アクセントにあるものが込みでシンプルコーデって言ってほしいので、なんかこういうスタイリングに欠かせないのかな、はいはいはい、だから要はさっきの感じのやつを横に並べると、うん、シンプルとは何ぞやっていうと、これも一応シンプルコーデではあるんね、あ、じゃあ編集でちょっと並べてみます。大変かもしれないけど。そうね。いや、多分あのそれでやっぱ並んでみると、うん、絶対そっちの方がおしゃれてるもん。洒落てますね。うん、おしゃれだと思う。そうそうそう。なんか無理せずおしゃれに してる感じがあるね。そう。それが多分楽しい。レファッション的に、ね、はい。と、まあ、さらにちょっとまた重ねていく。はいはい、まだですね。なんかせっかくなら、はいはい、まあ、私生活で、まあ、バッグ持つこと多いと思うんですけど、あ、そうだね、意外と物を入れるから、ね、ただ機能性を重視して、うん、なんだろう、バッグを持つんではなくて、はい、なんかファッションの一部として、はいはいはい、バッグを持っていただければ、はい、嬉しいですっていうスタイリングですね。コンフェッション、コンフェッション、コンフェッション、うん、あ、そうか、このコラボ企画では初めて、初めてだと思う、ね、これめちゃくちゃ好きだもんね、このブランド自体。そうなんですよ、僕もめちゃくちゃ好きで3つぐらい持ってるんですか。バックスを何持ってる。まあ実際これぐらいだったらね、そう、日常使いしやすいだろう。まあ仕事には使わないですけど、休みの日とかに、はいはいはい、もうちっちゃい、財布入れて、必要最低限、そう、携帯、財布、タバコ入れて、なるほどね、まあ、ファッションの一部としてバッグを取り入れる、まあ、もしくは、はい、もう一つおすすめを、はいはい、でこれがこのタイプなんですけど、さっきほどの、そう、大きいタイプ、先ほどのものより大きいタイプのサポートですね、うん、一応これこのタイプ横に持つ、持ち方と、はいはい、ストラップを変えて、はい、手慣れてんな、こういう感じ、あ、この感じでは持つこともできる、はいはいはい、縦長でね、そうですそうです、はいはい、プラス、あ、おお、まだある、まだあるか、一応、はい、先ほどの、横型に戻していただいて、はい、そこの部分が合わせるようにできる、おお、ちょっと形変えて、はいはいはい、お楽しみもいただける、こういう感じの、ああ、なるほどね、ポーチっぽい感じ、そうですそうです、はいはいはい、ああ、なるほど、見え方変わるな、全然違うんですよ、3通りですごい、ね、お楽しみいただけるっていうか、なんかこういうのを持っていただくと、あ、なんかバッグ込みでおしゃれができるっていうのが伝わるかなと思います、さすが肯定してるね。この機能、機能美というか、機能美ですね。あ、美しいね。けどなんか無駄な、なんだろう、デザインはなくて、はい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 、なんかそういうのあると気は上がるよね。上がりますね。なんか今日はこっちでこう考えたいな。そう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 、楽しいよね。はいはいはい。まあ直前ね。うん。なんかまあライブラリーのプラスワンアイテムコーデっていうところでは、はいはい、まあアクセサリーバッグ。メインに、うんうん、まあ、こういったニットベストもちょっと着てほしい、はいはい、が、私どものおすすめでございます、はい、現場からは以上です、はい、はい、いかがでしたでしょうか、シンプルコーデにプラスワンアイテム、プラスワンアイテム、まあもう僕ら見ていただいたらね、結構やっぱ T シャツ1枚で終わらないこともね、多々あります、はい、やっぱ物足りなさっていうのはやっぱ感じるので、あのちょっと恥ずかしくなって
T シャツにしましょうと。あれ大丈夫かなみたいな。まあそうですね、なんか不安にはなりますよね。はい、心もったいないなっていうのは、心もったいない。まあこんな感じでこう店頭でもガシガシこう T シャツ1枚プラスワンアイテムっていう感じでこう進めていきますので、そうですね、ぜひねこの楽しい雰囲気を味わっていただければと思います。はいはい、今日はこんなところでいいですか。はい、第6弾、ベイブルック福岡ライブラリーコラボ動画、第6弾が今回終わります。はい、まあ、第7弾にも期待ですね。いやーなんか何すんのって感じですけど楽しみにはしてます。はい、はい、ということで皆さん今後期待。はい、ありがとうございました。ありがとうございました